つも見たって。もしもし。ああ、キルちゃん、私、レイナよ。ああ、どうした？伊達さんがセレナで酔いつぶれてるの。ちょっとセレナに来てくれないかしら。わかった、すぐに行く。それじゃ、早く来てね。ちゃん一人どうよ、俺らと一緒に楽しんで。ああ、キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間、ずっと飲み続けててね。こんなに強い酒を、どうしたんだ？さあね、いろいろあるみたい。なんでいつも来てくれないのよ、バカ！何何？サヤって女からだが、伊達さん、約束すっぽかしたようだな。それ伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺？ここの向かいに裏路地あるでしょ。そこに第三公園って小さな公園があるの。ねえ、おじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でも OK。 条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。どういう意味だ？え？どういう意味って。ごめんね、やっぱ何でもない。でもどうすんの、さや。すぐに見つかるって。行こう。さや。ちょっと。伊達さんの娘か。で、伊達さんは知ってんのか？はあ？知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの？お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。チクりたきゃチクりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。さや。おじさん、サヤの味方？
多分な。そっか。実はね、サヤ、変な男にはまっちゃってんだ。翔太郎とかいうやつ。チャンピオン街のシェラックってバーの。それで？なんか金のかかる男なんだって。それであの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ねえおじさん、あの子やばいかも。おじさん強そうだし、さやのお父さんの友達なんでしょ。なんとかできない？いらっしゃいませ。翔太郎はいるか？お客さん知り合いかい？そうかい。で、注文はしないのかい？そうだな、一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。わかりやすい質問だな。もわかりやすい質問だったか。そうだよな、気に入ったぜ。教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターダストって店だ。この町一のホストになるんだと。翔太って名前でいるはずですよ。大丈夫か？ちょっと何するんですか？え？ほら、誰だこの男。知らないわよ、こんな人。この野郎、俺が知らないうちに男作りやがったな。違うんだって、純ちゃん。あ、すまん、余計なことしちまったか。俺はてっきりこの女性と俺は何も。覚悟はできてるか？ちょっと純ちゃん、やめて、やめてよ。よせ、落ち着け。やめて。おい、そんなもん出してどないする気や。うわあ、うん、せい、とりゃ、どうだ、うん、
か。おい、ちょっとお前。さあ、今のうちに逃げて。そうじゃねえ。っていうか、やめろ。いてよ。そちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。私なら大丈夫。こういう輩はきっちりとお仕置きしないと。違うんだ、人の話を聞け。こら、何やってるんだ。あ、お前さん、ご苦労様です。実はチンピラがカップルを脅しておりまして。大丈夫？ねえ、大丈夫なの？どういうこと？まあ、カップルの痴話喧嘩ってやつだな。ああ、あの二人がカップル。ってことは、脅してたチンピラってのはお前か？は？いや、勘違いだ。俺も初っ端に勘違いしたが。署まで同行してもらうぞ。違うんだ。一緒に警察に行きましょう。は？私も勘違いをした。そしてあなたも勘違いをした。ここは男らしく言い訳せずお縄につくということで。何言ってんだ。お互い正当防衛だ。さっさと逃げねえと面倒になるぞ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。何？つまりどういうことなんだ？あの男が女性から金をせびろうとして女性は嫌がっていた。血は喧嘩とは知らなかった。止めに入ったら男が俺に喧嘩をふっかけてきたんだ。そうなのか？はい、すみません、お騒がせして。そして途中、この顔のでかい男が急に入ってきて、チンピラをやっつけちまった。そうです。なるほど。もういいか？すみませんでした。いや、もういいです。いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、遠慮なく、さあ。すまなかったな。あんたには迷惑かかっちまった。いえ。それにしてもすごい技だったな。柔道をやってたのか？では篠原さん、最近は物騒ですからお気をつけて。篠原？なんで名前を？あんた有名なのか？現役はもう引退してまして、それでまあちょっとした観光に。でもこういう場所を歩くのは慣れていないんで、迷ってるうちにさっきの現場に出くわしまして、本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。そうだったのか。迷惑かけたついでだ。俺でよければ案内するぜ。本当ですか？よろしくお願いします。
桐生さん、いらっしゃいませ。お一人ですか？いや、翔太ってのは来てるか？ええ、翔太なら。あそこにいるのがそうです。あ、ちょっと伊達さんか？さや、お父さん。お客さん困ります。どけ。翔太、大丈夫？さや、お前こんなとこで。こんなとこで何よ、今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。それはお父さんはいっつもそう。会ったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして、そのくせこんな時だけ父親ぶる。さや、帰るね。さやちゃん。くそ。な、何よ、あんたたち。さや。おい、何やってんだ。なんだおっさん。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金？ああ、この女ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ、おっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。桐生、お前、てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。俺はあの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。
遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね。と気がかりですね。何がだ。翔太のことです。売り上げもいいし礼儀も正しいんですが、なんか悪い連中とつるんでよく遊んでるんです。変なことに巻き込まれてないといいんですが。すみません桐生さん、ちょっと店を開けてる最中にこんなことになるなんて。いや、いいんだ。それより伊達さんが心配だ。まさかさやちゃんが店にツケがあるなんて。翔太のバンスもそれが理由だったんですね。バンス？ああ、ホストが店に金借りることです。自分のお客さんが払えなくなった分を自分で立て替えるんです。回収はホスト自身がします。じゃあ翔太ってやつはその借りを返すために。いや、ちょっと考えづらいですね。うちの店はバンスに金利も期限も特にないですから。翔太はどうしたんだ。今日は早番だったんでもう上がりましたよ。桐生さん、翔太が言ったの。町金から借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを。本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのが。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがね。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。その町金の場所わかるか。ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ。
店のツケが20、俺が立て替えたから利子と合わせて400。翔太さ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったらさやちゃん、しょうがないでしょ。うん、おい翔太、何やってんだ。こいつ嘘つく。へえ、四か、丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたらサヤの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ翔太。なんで？薄情な親父だね、あんた。娘大事じゃないの？大事だ、大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はさやの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあさやはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはさやより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねばさすがにお前らでも逃げきれないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん。なんだてめえ。あんた初めっからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。一緒にぶっ殺してやる。20が400だって？冗談にしても笑いやしねえな。いえ証文出せよ。借りができたな、キリュウ。いや。お父さん。普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。 お父さん。さや、俺はダメな親父だ。
10年前お母さんとお前から逃げ出した。だからお前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サヤが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目に遭ったら俺は守ってやる。守ってやるから。分かった、分かったから泣かないでよ。キリュウ。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう？交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい伊達君。今のが伊達刑事かね？はい。どうだ須藤君、誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか？わかりました。その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき。聞いたで、踊れの子分に手合いとるようやの錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうや。やったらそんな連中選ぶはずないやろが。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、桐生に組を持たせたいだけや。桐生のやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが桐生の評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。
面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。仇にでもなれや。I don't think I'm ready, no, not for that jelly. My honey, like Winnie the Pooh.